どうも皆さん、こんにちは、ちーでーす。はい、めっちゃ緩い動画で申し訳ないんですが、今日は近況報告しながら、まあなんか喋っていこうかなと思います。もう私こっちに来て9ヶ月、もうすぐ1年ですね。なんだかんだ10ヶ月ぐらいかな。そうで、まああんまり近況報告の動画出してなかったっていうか、今年出そうっていろいろ思いながら全然出せてなかった部分があるんで、今日はまあちょっとね、近況報告していきたいと思います。はい、今ですね、ブリスベンは冬でございます。まあ、日本は今6月末だからもうだんだん夏になってきてるんじゃないでしょうか。ただこっちは季節が真逆なので冬になっております。でよく質問で聞かれるんだけど、どれぐらい寒いのかとか。今の気温は18度です。で超寒くても10度マイナス、10度より下はいかないです、ブリスベンは。なので比較的あったかいとは思うんだけど、もう夏で自分の体がこっちに慣れすぎて、もう本当に毎日凍えてるっていう感じなんだけど、正直日本の冬はヒートテック着て、ニット着て、ジャケット着て、マフラーつけてっていう感じでも寒かったんだけど、まあこっちは正直にヒートテックとニット着たらジャケットはいらないし、ヒートテックなかったらまあ本当にニットとジャケットあったらだいぶあったかいから、暑いかもしれないから、本当にもし留学でこのブリスベン来る人とか、まあブリスベンゴールドコーストとか多分同じぐらいだと思うけど、そういう人はまあニットとヒートテックとジャケットって言っても本当にこの私が持ってるデニムジャケットみたいなやつとか、なんかこういう何ニットの羽織みたいなのがあれば、まあよっぽどダウンジャケットとかは絶対いらないので、はい、安心してください。で今が一応一番寒い時期になってるので、これ以上寒くはならないみたいです、聞いたところによると。はいですね。で、はい、でまあ最近私が何してるかっていうところですね。多分前の近況報告の動画で言ってたのは、まあ、あのリテールでカジュアル のバイトをしてるっていうのを言ったと思うんですけど、あれからまあいろいろ仕事を探してて、でワーキングホリデーなんで同じ場所であと半年しか働けないんですよ。今ビザが私まだワーキングホリデーで、まあ来月ぐらいにはもうパートナーのビザを申請しようかなと思ってるんで、はい、今とりあえずワーホリなんですね。でワーホリだと半年しか同じ場所で働けないから、そうバイト辞めて、で最近あの留学エージェントみたいなところでこっちにあるところで働き始めました。でもなんか本当いろいろできてすごく楽しいし、あのいい人ばっかりで楽しいので、毎日元気にやってますということですね。で今のこの撮ってる家が、この契約が来週、だから今週金曜日に終わるんだ。だから私たちずっとデビッド2人暮らし、それ今はシェアなんだけど、次2人暮らしするためにアパートとかマンションとかいろいろ見てて、で結構いい物件あっても人気なところだと審査みたいなのがあるのね。だから本当にインスペクションって言って、その物件を見に行く時ももう何グループかいて一緒にインスペクションするので、その物件見に行った時にもう、あこの物件人気だなって分かるわけ。そのまあ本当に10カップルとかさ、 10組の人たちが同じ物件見てたら人気じゃん。でだからそういうとこばっかり行ってたから、まあジムがあったりプールがついてたりバーベキューがついてたりするアパートばっかり見てたから、本当にそういうとこは人気で、でそこは一番行きたかったとこは取れなかったんだけど、ギリギリね先週あのママいいとこっていうか、普通に 1LDK、ベッドルーム1個で、まあ、リビングあって、バルコニーあって、で共有スペースにジムとプール2つと、あとなんかバーベキューエリアみたいなのも庭にあるので、まあ、そこ自由に使えたりとか、うん、でそこがゲットできたからもうとりあえず一件落着で、今度は、ここの家を、今週の金曜日までに出ないといけないから、もう本当にあるもの全部スーツケースに詰めて、で私はまだ本当に1年ぐらいしか経ってないからそんなに新しいものがないんだけど、家具とかをね持ってくってなると結構大変かなって思いながら、そう
でね、やっぱりね、多分前の動画で物価系ももしかして話したかもしれないんだけど、やっぱりオーストラリアは高いですね。アパート借りるのも本当に、アパートって言っても、まあ、日本のマンションみたいな感じなんだけど、こっちだとアパートメントって言うとこう日本のマンションを想像していただける、こうビルがあって何部屋かあってみたいな、それが全部アパートメントっていう風になってます。でもマンションって言うと、こっちでマンションって使っちゃうと、本当に大きい家、すっごいお金持ちの人が持ってる、もう何部屋もある大きい家のことをマンションっていうので、まあ、もしね、アパート探す人はね、マンションって探さないように注意してください。だいたいどのくらい高いかなんですけど、アパート一部屋、それこそ 1LDK とか、割とシティ近くで、シティってあの街、一番都会の部分なんだけど、そこを近いところで取ろうとすると、だいたい週300から400ドルかかります。ここブリスベンでね、現在に2018年6月時点の話ですけど、まあ、上がるか下がるか結構市場によって変わるんだけど、そうだから本当に、だから月12万とかは普通に行っちゃうっていうこと、借りるだけで。だからね、まあ高いですよね。はい。でまあそのアパートが決まったよっていう話と、うん。でまあ今週引っ越しっていう話、まあ大体本当に近況報告ってそれぐらいだと思うんだよね。そう、あとまあ思うこととして、思うことっていうか、なんか自分がこっちに来たばっかりの時、留学でこっちに来たばっかりの時に比べて、こうなんだろう、語学力っていうのは上がってるか、正直なんか別に自分でこうカキカキ勉強してるわけじゃないから、こっち来てわかんない単語とかもまだ全然あるし、なんか英語に対する考え方がだいぶ自分の中で変わってきたなっていうのがあって、でまあ留学っていうと、それこそ本当に語学習得を目的とした人が多いと思うから、本当にもう英語がペラペラに喋れるようになりたいとか、そういう目的っていうか意思があってまずこっちに来てるわけだから、なんだろう、自分のさ、こう英語力こう気にしたりとか、でも自分はあんま喋れないしネガティブになることも多いんだけど、もうこっち住むってなったら正直もうなんかそこ関係ないわけじゃないけど、そのいちいちくよくよしてられないわけ。なんか私だってこう全然喋るけど相手に伝わらない時ももちろんあるし、自分のこのアクセントでなんかえってこう言われることとかたくさんあるけど、もうね本当にね気になんなくなってくるのか、いや逆にこっち日本語も英語も喋れるんだぜみたいなね、そういうこうなってくるわけ、気にだから本当になんか日本人の、私も日本で勉強してた時もそうだし、留学してた時もそうだけど、もう話せるようになるっていうのに重きを置きすぎて、単語勉強してとか、なんかめっちゃリスニングやってとかやってたんだけど、まあこっち来てからなんか、ね、やってたんだけど、でもそれやっても正直話すネタがなかったら面白くないし、聞いてることが分かって、言ってること他の人が言ってることが分かることはいいことだけど、なんかその単語を一生懸命勉強したりとか、普段使わないような単語を知ってるっていうのは本当にプラクティカルじゃないというか、なじゃないけど意味ないなって思ったんですよね。だから、まあ、日本で英語勉強してると確かになんかやっぱりすごい、私これ前もブログでも話したんだけど、あ、ブログ私ちなみにやってるんでチェックお願いしますね。いろいろ YouTube に頻繁に上げてないからブログにも上げるようにしてるんだけど、そう、なんかそこでも言ったけど、やっぱり日本人って完璧主義の人が多いっていうか、こうしなんかそのなんだろう、英語ができるっていうこのスタンダードがすごい高いなって思うわけ。だからなんか英語ができるって自分で言えるようになるには、英語がある程度ペラペラじゃないとダメとか、発音が良くないとダメとか、そういう固定観念がすごいあるような気がして、でなんか結構さ YouTube とか見ててもさ、英語喋ってる日本人が出てきたらなんかこいつの発音めっちゃあんま良くないよねとかってバカにする人がいたりとか、えって思うわけ。なんかこう同じ日本人でアクセントがあるのはしょうがないし、しょうがないっていうかみんなあるわけだ。アメリカ出身の人はアメリカのアクセントがあるし、イギリス出身の人はイギリスのアクセントがある、もちろん中国、インド、日本、みんな別々の発音があって当たり前なわけで、まあ、私もある程度他の人に聞き
取られやすいように発音変えようってめっちゃ試みてたけど、なんか正直なんだろう、そこまで変えなくても伝わるし、発音があるのは当たり前だと思うのね。だからなんかそれを一生懸命変えなくてもいいのかなとか、うん、なんかとりあえずね、こっち来てから英語に対する考え方が変わったし、やっぱりなんか日本の教育とか日本人の考える英語ってすっごい仕切りが高い気がするの。なんか英語が喋れるだけで、すごいとか、まあ2カ国語喋れるのは喋れた方がいいと思うし得だと思うんだけど、その英語を喋れる喋れないでそこまで差がなくてもいいんじゃないかなって思うわけ。何言ってるか分かんないよね自分でも何言ってるか分かんなくなってきたけど、なんか要するにそんなにネガティブにならなくてもいいんじゃないかって思うわけ。なんかやっぱりこっちにいる日本人、留学し始めた人とか、なんかやっぱり自分もそうだったか分かるんだけど、なんか自分の語学力本当できなくて落ち込むとか、自分他の国出身の子と比べて自分も全然話せないとか、でも結局それって話す度胸だと思うんだよね。こうなんかやっぱり他の国出身の人と日本出身の人のスピーキングを見てると、やっぱり他の国の人の方が文法ぐちゃぐちゃでも合ってなくてもどんどん話すわけ、通じるか通じないか分かんない英語で話すわけだけど、やっぱり日本人にとってその完璧に話せないと話しちゃいけないみたいな雰囲気がある気がして、で結局話せないみたいな、で自分がなんだろう、そのグループで話してても存在感を出さずに終わっちゃうっていうのがね、自分も私も本当にあったなって気がして、留学してた時は。でそれがダメだダメだって自分も責めるでもね、それって本当に意味ないと思った。だからやっぱりこっち慣れてくれば慣れてくるほど開き直るっていうか、別に文法合ってないのは当たり前だし、発音が違うのも当たり前って思うようになったのね。でもそれってすごい大事じゃないかなって思ったの。そうだから最近ね、そういう考え方がこうちょっと変わってきたからね、変わってきたっていうか、うん、そもそも英語ってそんな敷居高いもの、高いべきものじゃないし、そうですごい自分が思ったっていう話でした。もう近況報告とはこれ全然関係ないんだけど、最近ね自分の中で感じたことだったので、はい、だからまあ英語勉強してる人、単語こうコツコツ勉強するのもまあいいと思う。使う単語はすごい重要だからね、単語知らない喋れないから。だけどそこ集中してカキカキしてるよりは、だったら外国人の友達見つけて話すようにするとか、話す度胸をつけるっていうのがやっぱり一番大事かなと思います。だからまあ今後留学行きたいとか思ってる人は、まあ、そういうところももうちょっとするようにすると、こっち来てから私みたいにね、こうダーンってネガティブになったりとか全然話せないって落ち込むことが少なくなると思うので、楽しく最初から開き直ってやっていけたら、そこの落ち込んでる時間は無駄にならないかなと思います。なのでまあね、参考になってるか分かんないけど、まあ、これは一応私の意見として、全然違うこと考えてる人もいると思うし、これは本当に私が感じたことなので、うん、まあそうやって置いといてもらえれば心の片隅に、そうっていう感じですね。なので、はい、この話はここまでとして、今週引っ越しがあるので、引っ越して新しい場所に行ったら、まあルームツアーとかもねできたらやろうかなと思ってますし、もうちょっとブリスベンじゃない、もうちょっと YouTube も出していこうと思うから、まあ質問とかあったら全然じゃんじゃんコメントとかしてください。あと私ツイッターやってるんですよ。みんなあんま知らないけどツイッターやってて、最近ツイートしてるし、役に立つ情報とかもねどんどん配信していきたいから、ブログとリンクしてるんだけどね、ブログもここに一応貼っつけとくので、ちゃんとみんなチェックしてくださいね。はい、ではわざわざ見てくれてありがとうございました。本当にこんなねゆるい動画で申し訳ないんですけど、もうちょっとクオリティの高い動画をね出せるように自分も頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。じゃあみんないい日を過ごしますように。 Hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in the next video. Bye.